2018年9月9日です。国道364号線を山中温泉から、福井県丸岡町に向けて抜ける道を走行中です。今どこに向かっているかというと、昨日、訪れました福井県勝山市と石川県小松市を結ぶ国道416号線の開通式が行われるということで、福井県側の式典会場へ向かっております。ちょっと用事があって出発時間が遅れてしまったので、もしかしたらちょっと式典には間に合わないかもしれませんが、正式に供用開始っていうのは今日の17時30分からなので、正式開通後の初走行というのを一応目指そうかなという、そんな気持ちです。ちょっと天候があまりにも良くないので、式典自体が中止という可能性も非常に高いのですが、ちょっと時間的な余裕もないということで、ちょっと確認ができませんでした。確認ができてもできなくても、とりあえず供用開始自体は変わらないと思うので、それに合わせて走行はしたいっていうのは変わりませんので、そこを、何がなくても走行だけはしていきたいなと。向こう側の方へ行けばちょっと近道になりそうですね。一度あっちの国道へ出てから、そこから分かれて行ってる道の方が、行きやすいのかな。でもやっぱり大通りの方が走りやすそうだから、大通りの方、いやでも何事も経験なんで、こっちから行ってみよう。こっちかな。どうだろう、近道って言えば近道だけど、さほど時間短縮にはならなそうかな。ギリギリ式典をやってるか、もしくは式典やってなくて道路の開通だけができてるのか。ここ昨日真っ暗になってから来たところだ。昨日の撮影分はあまりはっきりと様子がわからなかったと思いますけど、今日はさすがに、その辺がはっきり映ってるかな。今雨粒が少ないようなんで、今のうちにカメラのレンズ拭い取りますか。あれ、この車たちは何か開通式と何か関係があったりするのかな。
さはない。車が来てるから多分この人らは開通式かなんか来たんじゃないのかな。どうなんだろう、もう終わったのかな、終わって帰ってるのかな。時点に関係がありそうだけど、まあ単純に奥に住んでる人かもしれないし、商業開始が5時半だったと、まだ開通パレードとかもしないと思うんだけどな、どうなんだろう。まあ、でもいっぱい車が来るから、やっぱそれ関係なんかな。通行止めか。はい。あ、通行止めですか。はい。そのところは。ああ。あ、式典もなしで。そうですね。開通自体。一応11時半からなんです。っていうことですか。わかります。式典ってまた改めてするんですかね。そうですか。なるほど。わかりました。はい。はい。残念ながら、石川県側の方の雨量規制で通り抜けができないので、全面通行止めということになってます。まあそうかなとは思いつつもね、一応念のため来てたんですけど、ちょっととりあえず、ちょっと通行止めの写真だけ撮って帰りますかね。せっかくなんで。一旦引き返そうと思ったんですけども、先ほどの、方のお話だと、道路共用は今日開始すると。つまり行って折り返してくる分は走れるよっていう、そういうことですよね。ということなら、じゃあちょっと、せっかく開通日なんで、行くだけ行ってみようかなと思います。さすがにこの看板の向こうを越えるんで、まあ何があっても自己責任扱いになっちゃうんで、まあそこは気をつけていきますね。まあ当然ですけど、そうなんや。はいはい。共用開始はするけども、走行自体がどうもできないようにしてるみたいですね。まあ、それならそれで、そこまできっちり確認してこようかなと。
家があるからか、だから完全に通行止めにしてないの。昨日暗くてなんか家があるかどうかもよくはっきり覚えてなかったな。あー、そういうことか。あー、はい。あー、はいはいはい。はい。なんか向こう通り抜けられないっていうことで、なんか折り返しでもできないかなと思ったんですけど、折り返しもできない。あ、そうですか。あ、わかりました。はい。ねえ。あ、わかりました。はい。はい。なるほど。そっか、折り返しだけでもと思いましたけど、やっぱり入れちゃうとその先無理に行っちゃう人も出たりするんで、完全に通行止めみたいですね。あ、まあそこは残念ですけども、これはしょうがないです。はい。まあ昨日あんなことしちゃった私が言うのもなんですけど、やっぱりね、無理に入って何かあってはしょうがない、間違いがあってはしょうがないですからね。しょうがないじゃなくて、間違いがあったら困りますからね。いや、しかしあれですね、ちょっと申し訳ないけども、新聞記事に載ってた災害時の代替路っていうのは、やっぱりちょっとあくまでも形上の名目ですね。まあ実際小松川がどれだけ降ってるかわかんないんですが、ね、正直この程度の雨でもう通行規制がかかるようであれば、ちょっとね、災害時の代替路っていうのにはちょっと使えないですね。いや、別にそんなのは別にどうでもいいんですよ、私個人としては。新しい道ができた、やっほー、まあ、ただそんだけですから。じゃあもうしょうがないんで本当にも帰ります。じゃあまた天気のいい日に、ここを走りに行きますね。